はい、今日はですねリトルグリーモンスターについて語っていきたいと思いますね。リトルグリーモンスターね、シーモン知らないんじゃないのとか思ってるでしょ。そんなことないです。私のリトルグリーモンスターのね、イメージはですねこれですね。はい、ソニーソンパ、ね、ダサいというね、皆さんと同じぐらいのね、あの知識なんじゃないかな、でもやっぱこの CM のイメージね、そうなんですよ。あれ歌ってる子たちが、ね、リトルグリーモンスターです。ソニーさんぽうーみたいなね、全然ディスってないですよ。まあ、実は会ったこともあるんです。あの家族フェスでね、ホームメイド家族のフェスで、会って挨拶もさせてもらいまして、めちゃめちゃね、いい子たちで、はい、でこれさらにねもう一つ言わせてもらいますと、彼女たちが所属しているレコード会社が、まあ、ソニーレコード、ね、まあ、ソニーっつってもいっぱいこうセクションがあるんですけど、 SR ソニーなんですよ。確かそうですよね。っていうことはこれ、あのかつて私シーモネーターが所属してたレーベルなんですよ。だからレーベルメイトなんですよ。言うなればリトルグリーモンスターの私先輩という、直属の先輩になるというね、ことでございます。はい、なのであのね、あのリトルグリーモンスターね、あの会場であったら私先輩ですので、あのよろしくお願いしますというね、ことでございます。めちゃめちゃいい子たちです。はい、あの挨拶も丁寧にしていただいて、はい、で、あのそのライブイベントでも彼女たちのそういう歌声とかも聞いてますけど、めっちゃ歌うまいです。はい、ね、まあ、あの自分たちのね、こうなんていうか自己紹介的なそういうね、あの下りとかもそういう自分たちの持ちパターンで、あのねハーモニーでこう持ってたりとかして、きっとあの自己紹介の下りみたいなのもきっと東海サミットで披露してくれるんじゃないかなと僕はあのすごく期待して、待っておりますよ。であと、あの僕のラジオ局であのリトルグリーモンスターの楽曲めちゃめちゃかけてますから、あの君が好きだ君が好きだ、もうあのかけすぎて僕はあの覚えちゃいましたから、ね、僕も楽しみにしておりますので、はい、みんなも楽しみにしております。というわけで今日はリトルグリーモンスターについて語らせていただきました。ありがとう。